受けてきました第326回トイック公開テスト、午前ですね。僕が受けたのは6月25日なんで、まずパート1、続いてパート5、これが一番難しかった。あと最後の10問ね、どれが一番多いですかっていうのあるんで一応言っときますけど、さあ、で始まりました。マッチェスチャンネル。さあ、受けてきました。第326回トイック公開テスト。で、もう、体がやばい中、行きました。話せれば。いやー、まあ、咳のしすぎでね、まあ、肋骨におそらくひびは入ってる状況で、ね、もうずっと痛くて、寝るのも大変で、咳するたんびにめちゃめちゃ痛いんで、で夜中に咳止めと鼻水止める薬飲んで、3時、4時かな。それで無理やり寝て、で朝起きてトイックの、でも会場行ってもほら咳と鼻水出てたらずっとうるさくて迷惑になっちゃうじゃないですか。だからまたその咳止めと鼻の薬をウィダインゼリーでね、こう無理やり押し込んでいきました。はい、薬飲むとね眠くなっちゃうんでね、それも辛いんですけど、それと鼻セルブを準備していきました。だからなかなか、まあそこまででもこの肋骨なんかこう動いたりとかないしね、受験中はだからそんなに響きはしなかったですけど、まあ、受験自体はなかなか厳しいものがありましたね。辛い、今も辛いです。今もう ご飯食べ、そば食って、でもラー油入れちゃったから今もう口がヒリヒリでやばいんですけど、はい、では行きたいと思います。今回の326回トイック公開テストの感想です。午前ですね、僕が受けたのは6月25日の、まあ全体としてやっぱね、リーディングのレベル、まあ特にパート5だよね、レベルが高かった。自信ないのもやっぱりありますね。単語のレベルも高いしね。ただ時間はかなり早く終わった。時計なかったんですけど、あ、久しぶりにあれだったね、20分ちょうどに終わる回ですね。12時20分、だいたい12時21分12時22分に終了って書いてあるのに、超久しぶりに12時20分の終了見ましたね。もしかしたらその午前受験で初めてかもしれない、見たの、うん、時間ぴったりに終わる回でしたけど、リーディングが難しかったんですけど、早く終わったんですよ。全問確認できたんで、あんまないので、全問このリーディングの問題101から200まで全部確認できる回って、でも全部確認できたんで、あ、まあ一応かなり早くは解けたんだなって思いますね。ただ合ってるかわからないです。マジでむずかった。パート5は、いやー、なかなかだったね。いわゆるコロケーションでこの子とこの子と組み合わせあるんです。あるけれども文法上ここでは使えないとか、意味上ここでは使えないっていう問題が多かったんですよ。だからこれはなかなか今までの中で相当むずいなって思ったね。はい、では感想です。パート1はまあ、いやいや、なんか普通かって感じでね、トイックを何度も受けてる人だったら普通だろうけど、やっぱり最近受け始めた方、人にとっては難しい、かなり難しくなってるよね、単語がね、表現、やっぱそんな表現使ってくるんだっていうのと、まあ、前回に引き続ききっかけが巧妙だったよね、え、これ違うのみたいなねのもあったと思うので、ちょっとレベルがやっぱり高いなという印象ですね。で、パート2は、まあ、普通かな。やっぱり後半に多かったですね、変化球が。前半部分は普通の返答がかなり多くて、優しめだなって思ってたんで、あ、もうこれ最後の今日20番台まで来たから、あ、この後めちゃめちゃ引っ掛けくくんだろうなって思ってましたけど、まあ、大丈夫だったかな。1問すごいのあった。それだいぶ飛んでんなっていうね。行間めっちゃ読まなきゃいけないじゃんっていうのはありましたね。で、Part 3、4は、まあ、一応普通としておこうかな。グラフィックがそんなに難しくなかったかなっていう印象。ただやっぱね、かなり難しい単語とか、場面が浮かびづらいだろうなっていうのはありました。お、この単語出してくるとかね。まあちょっと医療系の単語だったんですけど、まあそこが分かんなくても想像はできるんで、答えは出せたとは思うんですけど、一応答えのヒントになる単語はめちゃめちゃレベルの高い表現でしたね。はい。っていう感じですかね。やっぱ、だからリスニングはまあレベルは高いものもあるんだけど、もうこれが標準というか、この難しさが当たり前っていう感じになったと思いますね。はい。続いてパー5。これが一番難しかった。やっぱり、コロケーション。5と5の相性だけじゃ答えが出せないっていう問題は、なかなかレベルが高かったなと思って。やっぱ時間かかりましたね、いつもよりね。前半部分でも悩んだし、って止まったところが結構あったと思いますね。続いてパー6。これもいやいや、なんかな。どっちも入りそうじゃんみたいなのがあったよね。ちょっと
と悩んだ。でもまあ文脈からこれじゃないかなっていう感じで、はい、やりました。単語が難しい。でもし自分が選んだのが正解だったら、かなりレベルの高い単語が正解になってたからね。はい、そうですね。まあパート5もそうだね。単語のレベルが高かったり構造が難しかったり、結構厄介でしたね。でパート7は、まあ一応やや難としておきますが、自分としてはだいぶ早く解けたかな。一問って思ったけど、納得いかないなっていうのはあったんですけど、まあサカサカ進む。ノット問題一個もなかったね。ノットを問う問題がなくて、言い換えが多かったね。単語の言い換えで。で、全部出たことあるやつだったんで、過去に。すべて選んだことのあるものだったので、もうすんなりいけたな。まあリサイクルの問題があるんですけど、毎回トイックっていうのは。それがなんかバッチリ自分の受けたやつでしたね、今回ね。だから多分見たことあるっていう問題が多かったと思いますね、過去に。うん、そういうのもあってすんなり解けた問題が多かったのかなと思いますね。やっぱ場面が何これみたいなのはありましたよ。浮かびづらい、これどういう状況っていうのはあったんですけど、まあいけたかな。ダブルトリプルはだいぶ早く解けたんで、ああもうはいはい、もう同窓こうやって照らし合わせるんでしょ、はいはいはいっていうのでサカサカいったんで、ああと最後の10問ね、どれが一番多いですかっていうのあるんで一応言っときますけど、最近は毎回チェックしてるんですけど、まあ僕フォームがもし複数あったらわかんないですよ。複数あったらね、だからまあ午前中同じフォーム1個しかなかったらですね、同じフォームであるんだったら一番多かったら D ですね。 D が4つあった。はい、なんでだから今回重なり少なかったね。特にリスニング、あの AAA とか BBB みたいに3つつながるのが2箇所しかなかったんですよね。パート2とパート4にしか出てこなかった。でこう飛び飛びバラバラになる2個続きも少なかったですね、いつもよりね。かなりバラバラにこう答えがなる。いや多分初めてだと思います、こんなにつながらないのは。うん、リーディングもそんなに多くなかったね、3つつながるの。 D が3つつながるのあったな。パート5 D が多かった気がするな。1列なんかすげえ半分 D だなっていうところがありましたけど、はい、ということで最後の呪文は D が一番多かったです。はい、午前の方同じフォームであれば D 選びました。こう塗りやするやつ、そんな感じですかね今日は。まあ、受験会場では何かしら起こった。ああ今日でも受験票回収した後に受付してなかった人がいたわ。そう、受付してないですよねって言って呼び出されてた人いたわ。受験票を回収した後に受付をするっていうのはなかなか珍しいパターンだったな。見たことないかもしれない、もしかしたら。なんてことがありましたね。あとは特になんとかうまくとかなんとかできたと思います。はい、ちゃんとめちゃくちゃ眠いですけど、とりあえず受験することができました。はい、受験された皆様お疲れ様でした。この後ね、まあ6時から反省会ライブもありますので、そちらも見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。滝ももちん。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。